解説します。この縦線は長めに書きます。この横線はこちら側を長く書きます。ここの書き始めはここの真下あるいは少し左側から入り、上に上がらずにまっすぐ、もしくは少し心持ち少し下がるような気持ちで書きます。ここで曲がっていきますが、ここはここの線よりもかなり内側です。ぐーっと曲がってきて、ここよりも越したところで払います。次にこの線を書いていきますが、ここの真下あるいは少し右側から始まり、この線とだいたい平行になるような気持ちで書いていきます。書き終わりはここよりも少し出ます。ここの書き始めはここよりも少し高いところから、あまり長くならずにここのあたりで払います。次にこの線を書きます。ここの書き始めはここよりも少し低いところから、長さはだいたいここと同じくらいの長さです。次にこの線を書きますが、ここはここがだいたい1対2になるくらいのところから書き始め、角度はここあるいはこことだいたい同じくらいになるように書きます。書き終わりはあまり長くならずにこのあたりで払うようにします。この縦線の書き始めはだいたいここと同じあたりあるいはそのちょっと内側あたりから始まり、まっすぐ下にここよりも少し出たところで止まります。次にこの線ですが、この書き始めはここよりも少し上から、またここよりも内側から始まります。次にこの線ですが、ここの払うところはここのだいたい真下あたり、またここよりも上で払うようにしてください。